ナンバーアンダーライン愛×リーズ夢の共演がついに実現。NHK ミュージックエキスポ2024で歴史的瞬間を見逃すな。キシユータプロデュース。平野翔のキレッキレダンスに会場熱狂。神宮寺ユータの歌声に涙するファン続出。今や音楽シーンで注目を集めるナンバーアンダーライン愛とリーズは、ただの音楽グループではありません。彼らの存在は、 エンターテインメント業界全体に新たな風を吹き込む力を持っています。特に n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4での共演は、多くのファンにとって忘れられない瞬間となりました。このイベントは、両グループがただパフォーマンスを披露するだけでなく、互いの才能をリスペクトし合い、新たな絆を築く場となったのです。まず、No.1&LINE 愛と、リーズの共演は、 単なる音楽ののコラボレーションを超えたものでした。もでしパフォーマンス中、観客は彼らが音楽を通じて心を通わせているのを感じ取ることができました。それは、単に技術的なパフォーマンスだけではなく、感情が込められたものだったのです。このようなパフォーマンスは、ただ音楽を楽しむだけでなく、アーティストと観客の間に強い感動を生み出します。これは、音楽が持つ力の証明であり、また、 ナンバーアンダーライン愛とリーズが今後も音楽シーンで重要な役割を果たすことを示唆していますさらに今回のイベントで特筆すべきは岸優太が考案した挨拶が披露されたことです彼の独自のアイデアがイベントを一層盛り上げ観客に強い印象を残しましたこのような新しい試みはアーティストが常に進化しファンとのつながりを深める努力を続けていることを示しています また、孫ちゃんがこの挨拶を使った瞬間は、観客の間で大きな話題となり、彼のユーモアと親しみやすさがファンに愛されている理由を改めて証明しました。さらに、ナンバー・アンダーライン愛と、リーズの共演は、音楽業界の新たな潮流を象徴するものでもあります。両グループがそれぞれ異なるバックグラウンドを持ちながらも、音楽を通じて一つになり、新たな価値を創造しているのです。 彼らのコラボレーションは、グループ間の垣根を越えた新しいスタイルの音楽が、これからの主流となる可能性を示唆しています。このような動きは、ファンだけでなく、業界全体にも影響を与えるでしょう。また、今回のイベントでは、ファン同士の交流も大きな見どころとなりました。SNS 上では、ファンたちが共演についての感想や喜びを共有し合い、 まるで一つの大きなコミュニティが形成されたかのような雰囲気がありましたこれは音楽が持つ一体感を感じさせると同時にアーティストとファンとの距離がますます近くなっていることを示しています特に日本のファンだけでなく韓国や他の国々のファンもこのイベントに参加していたため国境を越えた交流が実現したのですこのようなグローバルなつながりは今後の音楽業界にとって非常に重要な要素となるでしょう さらに、ナンバーアンダーライン愛と、リーズのメンバーそれぞれが持つ個性や才能が、今回の共演でより鮮明になりました。例えば、平野翔の圧倒的なダンススキルや、神宮寺優太の感情豊かなボーカルは、ファンに強烈な印象を与えました。一方、リーズのメンバーもそれぞれが持つ魅力を存分に発揮し、特にパフォーマンス中に見せた一体感が、ファンの心をつかみました。このように、 互いの強みを生かしながらも新たな一面を引き出すことができるのはまさにプロフェッショナルなアーティストたちだからこそ成し得ることです。さらにこの共演がもたらした影響は音楽業界だけにとどまりません。ファッション、ライフスタイル、さらには社会的なメッセージにまで影響を与えることが予想されます。ナンンバーアンダーアダインアイとリーズのメンバーは音楽の枠を超えて そののススタイイルや生き方で多くの人々にインンピレーションを与えています特に平野翔のカリスマ性や岩優太のリーダーシップは若者たちにとってのロールモデルとなりうるでしょう。また彼らの音楽に込められたメッセージは現代社会が直面している問題にも深く関わっています。例えば友情や愛情、自己表現の重要性についてのテーマは特に若い世代に強く共感されているポイントです。 彼らの歌詞やパフォーマンスを通じて伝えられるメッセージは、多くの人々にとって励みとなり、生きる力を与えてくれるものです。さらに、SNS の普及により、ファンとの双方向のコミュニケーションが可能となった現代では、アーティストがファンに対して直接メッセージを発信する機会が増えています。ナンバーアンダーラインア愛と、リーズも例外ではなく、SNS を通じてファンとの絆を深め、 彼らののを強固なものにしています特に、ファンからのフィードバックに対する迅速な対応や、彼らの日常を垣間見ることができる投稿は、ファンにとって大きな喜びとなっています。また、彼らの成功は、次世代のアーティストにとっての道しるべともなります。ナンバー・アンダーライン愛とリーズが築き上げた成功の基盤は、未来のアーティストたちに新しい可能性を示すものであり。 彼らがどのようにして成功を手に入れたのかを学ぶことで、次世代のアーティストたちも新たなチャレンジに挑むことができるでしょう。彼らの努力や挑戦は、音楽業界の未来を切り開く鍵となることは間違いありません。さらに、彼らの活動は、音楽だけでなく、他のエンターテインメント分野にも広がっています。ドラマや映画、さらにはバラエティ番組への出演など、彼らが多方面で活躍する姿は、 ファンにとっても大きな楽しみとなっています。特に、岸優太の演技力や平野翔の自然体なキャラクターは、テレビや映画での成功にもつながり、音楽以外の場でも彼らの才能が認められる結果となっています。このように、ナンバーアンダーライン愛とリーズは、ただの音楽グループではなく、エンターテインメントのあらゆる分野で活躍するマルチタレントとしての地位を確立しつつあります。彼らの今後の展開には、 さららに多くの期待が寄せられることでしょうそして彼らがどのように進化し成長していくのかその過程を見守ることはファンにとっても一つの大きな楽しみでありエンターテインメントの未来を考える上で重要な要素となるでしょう。結論としてナンバーアンダーライン愛とリーズの共演は音楽業界だけでなくエンターテインメント全体に新たな影響を与えるものであり。 彼らがが今後どののような道を歩んでいいくのかに注目が集まっています彼らの活動は単に音楽を楽しむだけでなくその音楽を通じてどのようなメッセージを伝えていくのかがこれからの時代にとって非常に重要な意味を持つことでしょう。今後の彼らの活躍に期待しつつその進化を楽しみにしています。さらに今回のイベントが持つ象徴的な意味についても考えてみましょう。 音楽業界は常に変化し続けていますが、その中でも、ナンバー・アンダーライン愛と、リーズは、新しい時代のリーダーとしての役割を果たしています。彼らは、ただ楽曲を披露するだけでなく、その音楽に込められたメッセージを伝えることで、ファンとの深い絆を築いています。また、彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、人々の心を動かし、時には人生を変える力を持っているのです。 最後に、今回の共演が持つ未来への影響についても言及したいと思います。ナンバーアンダーライン愛とリーズのコラボレーションは、音楽業界における新たな可能性を示唆するものです。彼らがこれからも共演し、新しいスタイルの音楽を作り出すことで、業界全体に新しい風が吹き込まれるでしょう。また、ファンたちにとっても、これまでにない新しい体験が提供されることになります。 このような未来を見据えながら、両グループがどのように成長し、進化していくのかを楽しみにしているファンは多いことでしょう。今回の共演が示したように、音楽はただのエンターテインメントではなく、人々を結びつける強力なツールです。ナンバー・アンダーライン愛とリーズがそれを証明したように、音楽は国境や文化を超えて人々の心をつなぎ、共鳴させる力を持っています。彼らの未来に期待しつつ、 次の共演を楽しみにしています。